4HK ナンション、ぜひ見てね。YouTuber さんのちょっと聞いてよ、元気にお送りしています。みんな聞いてね。ミホエルさんのお店に入りたいと思います。それでは入りましょう、レッツゴー。皆さんこんにちは。あっち向いてこっち向いて笑ってサナです。はい、今日はね、ルフォアエさんに来ています。で、今日はですね、何をするかというと、このルフォアエさんの売れ筋ベスト3を紹介したいと思います。それでは、焼き菓子半生菓子のベスト3です。それでは第3位は、ドゥルルルルルじゃん、幸せ卵です。幸せ卵はね、七色の幸せの2番の歌詞に入っている幸せ卵です。幸せ卵です。私もこの幸せ卵大好きなんです。それでは第2位は、ドゥルルルじゃん、じゃじゃーん、半熟チーズです。この半熟チーズは七色の幸せの2番の歌詞にも入っています。半熟チーズケーキ、私も半熟チーズケーキ大好きです。それでは皆さんのお待ちかねの第1位は、ドゥルルルルじゃん、ルフォーエさんといったらこのバームクーヘンです。でね、このバームクーヘンは、おらおら素晴らしい、2020年モンドセレクション最高金賞を受賞した、本当に素晴らしい焼き菓子バームクーヘンです。誕生日だから
焼き菓子半生菓子はルフォーレさんのホームページからオンラインショップでお買い求めいただきます。ルフォーレさんのお店に入りたいと思います。それでは入りましょう。レッツゴー。第3位は抹茶バンブーです。このケーキは5層構造になっていて、下から抹茶ムース、抹茶スポンジ、黒糖水餅、カスタード、生クリームの順になっています。はい、皆さん見てください。これどこから見てもこれ抹茶にしか見えないですね。本当に美味しそうですね。で、上にはこの白玉と生クリームが乗っています。では早速いただきたいと思います。うわすごい。これクリームスポンジはすごい。上にわ、中身にはこの緑色の抹茶のスポンジが入っていますね。じゃあいただきます。おいしい。抹茶の味がもうお口にぎゅわーっと広がってて、中のスポンジも本当にしっとりしてて、このクリームも本当に甘くて本当に美味しい。第2位はオレンジペコです。このケーキは一番下がココアのダックワーズ生地、そして周りがオレンジ風味のホワイトチョコムース、そして中身が紅茶のブリュレになっています。はい、それではこれを早速いただきたいと思います。わあ、美味しそうですね。いただきます。さあ早速ここのプルプルとしたところからいきます。うわっ、すっごいですね。皆さんこれ見てください。今こうやってすくったら中にちょっと見てください。これこの茶色いの、これなんだろうな、紅茶かな。じゃあちょっといただきます。甘い。これね、ちょっとね、あ、でも待ってよ、本当にちょっと オレンジとプリンがちょっと混ざったような、本当に甘い味。しかもプルプルしてて、プルプルの甘みが本当にすごいよ。それでは次はこの葉っぱのところをいただきたいと思います。それでいけばいいかな、ちょっとこうやっていって、それでは葉っぱいただきます。うん、おいしい。これはチョコレート、チョコレート、ホワイトチョコレートかな。おいしい。じゃあ次はこの下のケーキのところとこのプルプルのところを一緒にいただきます。わー、美味しそう。すでに見ただけで。いただきます。この下のケーキのところ本当にふわふわ、ふわふわ、
こんなにふわふわのケーキ初めて食べた。いつもしっとり系のケーキ食べたとか、これは本当にふわふわ。第1位は、モンブランです。愛媛の和栗をふんだんに使用しており、下にサクサクしたメレンゲを使っています。下からムラング、カスタード、栗、生クリーム、そして栗のクリームでたっぷり包まれたモンブランです。愛媛の和栗を使用したモンブランです。それではいただきます。このモンブラン、もうこの、うわ、おいしそう。うわ、うわ、すっげー、とろっとろ。わお、すごい。いただきます。おいしい。これさ、これまだ夏だけど、秋の季節に食べたらめっちゃ美味しいし、今の季節に食べても本当に美味しい。中身はね、なんだろう、なんか黒いものが入っていますね。お、メレンゲにチョコ、ね、メレンゲとチョコが入っていますね。ではこの上に乗っかっている栗をいただきます。いただきます。美味しそう。うん、おいしい。おいしい。HK ナンション、ぜひ見てね。サナの LINE スタンプ、みんなダウンロードしてね。サナチャンネル。
屋の写真館では各種記念写真受付中。ビデオやカセットのダビングもお任せください。照明写真から記念撮影、貸し衣装まで、かやの写真館でお待ちしております。みほえさんのお店に入りたいと思います。それでは入りましょう。レッツゴー。チャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。